リーチェンジェル TV をご覧の皆さん、こんにちは。東海リーチェンジェルのニャルルこと成瀬真希です。さあ始まりましたリーチェンジェルツアー2016。今日からはセカンドシーズンということなんですが、なんとファーストシーズン私ね優勝させていただいたということで、なんかね絶対無理だと思ってたのでとっても嬉しいんですが、後々ねいろいろ考えてみたところによりますと、なんか全くスロットが勝てていないということで、今日お邪魔してますお店はこちら、キング観光稲部店様なんですが、本日はねもう朝からパチンコで攻めていきたいと思っております。で、せっかくファーストシーズン勝ちましたので、セカンドシーズンともしかしてサードまであるのかもしれないんですけど、全て勝って2016年ね全部勝って絶対王者になりたいと思っております。それでは R1 スタートです。大阪の皆さん頑張ってね追いついてきてください。大阪の皆さん頑張ってね追いついてきてください。めちゃくちゃ落ち込んでます。ほまさん嬉しい、やいか見てろよみんなどこに行っても気持ちよさそうで出てますね。なんで桃しか映してくれないんですか。わかんない、違う、自分が思ってたのと違う。なんか流れてきた。え、ちょっと待って、猫やは三重県いなべ市にあるキング観光いなべ店。こちらのホールはパチンコが440台、スロットが200台の総台数が660台のホールとなっています。また4レートを扱っており、どのレートにも人気機種はもちろん、最新機種から珍しい機種まで取り揃えていますよ。キング観光いなべ店でぜひお楽しみください。マジで分かった。
ですか。え、なんかやら私これ、昼飯おごりません。嘘やだよ。6で揃ったらでも曲出たから格変になるでしょう。え、何が起きた、何が起きた、何が起きた、何かあった、保留変わった、え、何何何何、え、ちょっと今もうこれカットして動画巻き戻してみたいんだけど、危うくびっくりして下皿がいっぱいですって怒られるとこだったこれ。あーやだ、呼んで揃っちゃう、いた、あーもうやだ、あーあーもうこれ絶対昇格しないやつだ。カメラうまく撮るからサプライズボタンとか使ってくださいね。これでどっちかに回したら多分拡大とかできるんだろうな。あ、これで拡大ね。あーできる、私うまい。カメラちょっといいアクション起こしてください。私あのアップの仕方わかるようになっちゃった。あーこうやるんだ、うまい、やばい。あ、一応赤文字。
私ちょっとちゃんとアップして撮っときました。ここカメラ使える人になりました。またしてもやられた感、まあいいや、ちょカメラの使い方覚えてきたから。やだな、この後一発で駆け抜けたら。やばい、リーチすら来ない。来きませんでした。あーもうやだー、うそー、行くぞ。わーい、あれタイガーファイヤーって言ってない。あれあれ、なんでなんで、ただね、堀江少なかった。あれ、いやでもすごい、いや保留がなかったんだって。あれやっぱほら、やっぱりなー、これね、今日楽特有の保留がない時のざわざわだ。え、嘘嘘嘘嘘、来る、来た、来ちゃった。しかも今日サプライズボタン押せました。ここでチャレンジやるんだよね多分。あ、やるんだね。サプライズルーレット、あれもう星4だよ。ミュージックラッシュをつかない。さっきサプライズボタン使ったもん。うわー、えそー、あ、やったー、ラッシュゲット。えー、めっちゃ嬉しい。ここの表示がだと7000くらい、7500くらい。よし、よし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 、なんかね、V が浮いてる時に通った方がいい気がする。あー、下で捕まえちゃった、やばい、やばい、終わった気がする。おい、ほとんどダメ、ほとんどダメじゃん。なにこれ、いないじゃん。まあいっか。
れ浮いてるやつ撮ったのに。よし、今日の勝ちが決まりました。やっと 47% が引けた。ダメなやつが AKB を虹色に輝かせろ。ゴー。虹色になりました。入ったよ。下だから終わった終わった。終わっちゃいました。アンコールモード突入。はい、終了してしまいましたが、最後ね取り戻せてよかったです。今日はこれで終了したいと思います。お疲れ様でした。はい、実践終了しました。お疲れ様でした。本日はキング観光いなべ店様で実践させていただきました。あのね、ファーストシーズンの反省点を生かして、ファーストシーズン全然ねスロットが本当に振るわなすぎて下手くそすぎたので、今日はパチンコだけで実践させていただきまして、結構最後の方はもう投資がいっていたんで負けてしまうかなと思ってたんですが、結果ポイント発表させていただきます。本日投資が1550ポイントで、交換が1965ポイント、今日はねプラス415ポイントでした。ファーストシーズン初めは多分4連敗ぐらいから始まっての優勝をゲットできたんですけど、今回はなんとの勝利でのねスタートを切ることができたので、セカンドシーズンも、優勝を目指して頑張っていきたいと思います。これからもね、なんか優勝しちゃったんで引退引退ぐらいのことをよく言われるんですけど、これからもね頑張って優勝を目指していきますので応援よろしくお願いします。それでは次回お楽しみに。